はいどうもこんにちはナオです。本日も数学の問題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は千九百九十九年度の筑波大学の入試問題です。えー、っと数三の微積分ですね。まあ理系の問題です。はいそれでやっていきたいと思います。f x イコール x 分の1プラス 6x マイナス1とおく。f x の外形を求めようってことですね。まあグラフかけってことですけど、まあ単純にまあ微分をしていきましょう。 えーと x 分の1プラス 6x ですからまあえっ、ー、と単調減少と単調増加のグラン関数なのでまあそんなに面倒くさくなりさそうですよねまあいきなり微分してもいいかなと思います。f'x を計算するとえっ、ー、とマイナス x の2乗分の1プラス x 分の1ですね。でまあ x の2乗分の1でえっ、ー、と 統一すすするるると x x 1 1ってなののででではこれ極値を取りますね符号変化するのでただなんか、えー、と0から1までで、えー、マイナスで1以降ではプラスなので減少して増加するっていう感じの関数になるだけで特徴があんまな,な,なさそうですよねこれだとね。なんでもう一回微分をしてみましょう。えー、っとまあここは別にしなくてもいいかなとは思いますけど特徴を出すためにあえてこう。 えっと、凹凸まで出しましまょう x の,2分の1で,す、ね、でえー、っと増減表書きましょうで0の時の値はないのでここは斜線を引きます定義域にないのでログ0がないですからねそれから0分の1になっちゃいますんで0の値はどれもありませんで符号を入れていきますとえー、っと x-1 の符号と同じですねこっちは、えー、常にプラスなので x-1 の符号と同じなので マイナススススとプププラスプララが入りますで一方こっちはえっ、ー、とプラスプラスでマイナスまあ具体的にねえっ、ー、と3とか入れてみると3マイナスでマイナス1になりますよねだからマイナスってことが言えますそうするとえっ、ー、と減少でえっ、ー、と下にとすですかこうですねこうなってこうなってこうなるっていうのが分かります したがってここは変極点ということになりますね。でここは、えー、極小ということになります。で1の時の値はこれ0になります。F1 は0ですね。従ってグラフはまあ、えー、変極点まで書かなきゃいけないかというとうんちょっと微妙なところですけどね多分書かなくても丸もらえるんじゃないかなと思いますが。 えっと、まあ、上の方からやってきて、ここはちゃんと拠点取るべきですね。これプラス無限内の方からやってきて、こっちプラス無限内の方に行くので、これ後でちょっと拠点計算やりましょう。で、上の方からやってきて、1に到達して、こう極小で、まあ、こんな感じになっていくということですかね。ここに変極点があって、2。で、極小値は1で0という感じのグラフが書ければいいかなと思います。2の時の値は、ま、出しておきましょう。ここは、 えー、ログ分のはいこんなグラフが書ければ OK だと思います。えー、っと一応ここのねえー、っと極限の値っていうのは整合性がそのあるかどうかと、まあ、密接に絡んでいるのでえー、っとあ変極点の値これ F2 の値これはここに書いてあるのでこれですね。えーっとリミッ とのえっと x、が無限大に飛ばした時にプラス無限大の f はどうなるかっていうとこれは明らかですよねログのところにここが同在,していけ同在していけばプラス無限大に行ってで両段は0ですから0といマイナス1ですからこれはプラス無限大だっていうのは明らかですねただ x が、えっと、0にプラス0に行った時の f というのがこれが えとプラス無限大だっていうことが分、えー、かっていた方がいいと思いますね。グラフを書いて例えば、えーとまあ、こんなグラフを書いたらこんなグラフを書いたらバツになっちゃいますんで気をつけてくださいね、えーと。もちろんその1とかからやってくる場合ももちろんあるので例えば x 分の sinx なんていうのはそういう1の方から来ますよね。あの減少関数ですけど最初減少関数ですけどその1からやってくるのでそういうところの極限はちゃんと えー、細かくく見ていく必要がありますでこれはえっとプラス無限大になるわけですけどえっと変性関して x イコール e のマイナス t 乗とかと置くと置くとえっと x がプラス0に行くということと t が無限大に行くということが同値になりますよねプラス無限大ですねなんでえっとこの時にこの fx の値っていうのはえっとリミット t がプラス無限大の f の、えー、と e のマイナス t 乗という形になるので、えー、e のマイナス t 乗分の1プラスログの e の t 乗マイナス1となるので e の t 乗マイナス t マイナス1になりますねで e の t 乗マイナス括弧 t ティタス1っていうのはこれはその まあ、e の t 乗のグラフ考えるとちょうどこの0のところの接線に乗ってます1がこれが y=t+1 これが y=e の t 乗のグラフで、えー、っと t が無限大に行ったらどん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 差が開いていくだけなのでこの値はプラス無限大に発散するっていうのが分かりますよね t プラス無限大の時。 なのでこの値がプラス無限大になるということがわかりますまあしっかりとそのこ,のここの部分を書くかどうかはまあ限定の対象になるかっていうとあんまり関係ないと思いますけどねでもこれはえと調べておいた方がいいし書くべきだと思いますはいそれじゃあ2番にいきたいと思います、えー、2番は f のえ3分の2 3分の2倍がついているので単にこの3分の2の値と3分の2の値ではないんですけどまあこれはちょっとそのけ計算してみなきゃダメですねまずこの値とこの値をそれぞれ代入して計算をしましょうえっと2倍がついているのでそのまま比較ができないのでこうですねこれは 2×2、えっと、分の3 えっとログ3分の2マイナス1ですね。ということはえっとこればらして計算するとえっと二分の一かける2で1ですね。1プラスログ2ログ22ログ2マイナス2ログ3とふうにかけます。それから一方 F の3分の1っていうのは えっと3分の1の逆数ですけど3ですねプラスログえー、っと3分の1マイナス1ということで2マイナスログ3っていうふうになりますでどっちが大きいかですからまああの引き算して比べればいいですねどっちかこれ分かりませんねパッと見ねだからえー、っとどっちでもいいと思うんですけどまあちょっと下下から きましょうかログ3分の1から、えー、2倍の f の3分の2を引いてみます。そうすると,、えー、とこのオレンジの下の方から上を引くと 1+ プラスログ3マイナスログ2ログ2となります。でこれはログまとめるとログ4分の3る e ってなります。 でこの値 3×e って1.2.718なのでこれ4のより大きくなりますよねそうするとこの値は、えー、と1より大きくなって正になるわけですしたがってこちらの方が大きいってことですねこちらの方が大きいっていことが分かりますしたがって f3 分の1の方が大きいということが得るというわけですね何かあんまりその 一番の式をなんかグラフを使ってっていう感じがあんまりしないのがちょっと不思議なんですけどねこの問題普通にその代償比較をしてログのこの定義に当てはめるだけで、えー、と答えが出てしまうのではいまあこれでいいかなと思いますはいいかがだったでしょうかまあえー、さ最近のその二試問題と比べるとねこの年の問題は優しい 問題だと思います。まあ、えー、だいたいその数算は2台ぐらい出るのが普通だと思いますので、まあちょっと調べてはないんですけど、この年のもう1問は難しいかもしれないですね。はい、参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。